旧国鉄士幌線、路線名にもなった士幌駅の駅前にやってきました。駅舎がですね、残ってます。綺麗に保存されてます。これが、駅前通り。駅前通りはね、ちょっと町外れにありますね。でもね、市街地の中にある駅ですね。さすがに駅舎の中は入れないと思いますけれども、でもね、すごいね、すごいよく保存されてますね。マジでちょっと感動的です。こういう感じのサムネイルにしようかな。旧士幌線士幌駅跡みたいな感じ。完璧です。便所は閉鎖。ただ駅名表は、中士幌と士幌と、並んで残されています。そしたら駅舎の方入っていきましょうと言いたいところですけど、多分大体ね、こういうの閉まってるんですよね。士幌町史跡平成元年度指定と。まあ、この国鉄を、古き良き国鉄時代を今に残す士幌駅はと。入れ、ないよね。入れないようですけれども、一応ね、あの中にですね、窓口とかそういうのも残されています。そしたら、ホームの方を見ていきましょう。もう配線後でね、ホームの方を見ていきましょうっていうセリフ自体、めったに出るものではありません。大抵、何も残されていませんからね。これが、旧国鉄士幌線、士幌駅の一番ホームです。2面2線もしくは2面3線の駅だったんでしょう。ホームの残され具合もですね、非常に素晴らしいですね。貴重な資料として残されてます。本当にね、士幌駅で西日を受けて輝いてるんですよ。こっから昔多分ね、2番ホームに行けたんでしょうね。ここはね、芝生の公園になっています。そしたらこっち側から今度ちょっと西日を浴びて輝く、この旧国鉄士幌線士幌駅の方にですね、撮影しましょう。ああ、いいですね。いいですね。これはいいサムネイルになりそうですね。もうちょっとこっち側から撮った方がいいかな。そうするとね、士幌駅っていうのがね、よく入ると。素晴らしい。これだけ保存されているとは素晴らしい。中に入れればもっと良かったんですけど、でもこれだけ残ってればね、もう喋ることに困らないですよね。そしたらですね、この構内踏切を渡って、2番ホームの方を見ていきましょう。線路もちゃんと途中までですけど残されています。これが旧国鉄士幌線の2番ホームになります。2番ホームの線路の上には屋根がかかっていまして、これはもちろん後からかけられたものでしょうけれども、ちゃんと4842と、貨車が残っています。なんか古き良き国鉄っていう、ね、感じですね。こっち側も少しですけど線路が残されています。
さすが地方路線、路線の名前にもなっただけ あって、保存状態も極めて良好ですね。そしたら次行きましょう。